ここで安心してはいけません。私は女の人が本当にもう声普段出せないような女性がこの土屋隆一郎に信頼を寄せてくださってることをよく見てます。でも皆さんも見てください、声をかけてください。一人一人もしかしたら違う人かもしれないけど、でも勇気を持って今日から3人から5人でいいですから電話してみてください。お願いします。こういう積み上げです。ぜひお願いします。もう音出せる時間限られてますので、ご本人からお願いします。あと3分喋っていいんだそうです。喋ります。お願いします。本当に今高島さんが言った通りなんです。あのね、日に日にこうこの車で走っているとすれ違う車からパッパーッ、それから手を振って頑張ってっていう人がどんどん増えてくることを感じます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。風を感じます。いやー、これは本当に嬉しいなと思っているんだけれども、メディアの人に聞くとゴブゴブなんだそうです。明日一日、明日の11時59分59秒まで頑張ります。ここまで連れて行っていただいたことも本当に皆さんに感謝を申し上げると同時に、あともう一歩、あともう一息、皆様にお力いただきますことを心より本当に心よりお願い申し上げまして、皆さんと一緒に明後日は長野市を変える日を作っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。素晴らしい。